淳のワイルドで行こう。さあ今日も始めてまいりましょう。佐藤淳のワイルドで行こう4週目なんで、エスケさん来てもらってます。はい、こんばんは、よろしくお願いします。4週目なんでブルースのシュート行きたいところなんですけど、はい、先週の、A、先週じゃない、つい先日、A、の土曜日ですね、はいはい、健吾さんとライブにお邪魔をしてきまして、なるほど、はい、その時にいただいた CD をおかけしようかなと思うんですけど、この方はですね、あ、その前に俺プレゼント言わなきゃいけないじゃあ早速はい、はい、そうなんですよ。まあつながりがある話で恐縮なんですけど、はい、なんとアキラエボリューションさんほうほうほうから、いや、高崎アキラさんのサイン入りの缶バッジ付きで、ありがたいですね、はい、いただきまして、本当に4名の方にということで先週お話をさせていただいたんですけど、はいはい、先週アキラさんからコメントをいただきまして、はい、で同時に送っていただいた缶バッジ届きましたんで、あ、はい、これをプレゼントしたいんですが、はい、たくさんの方ご応募いただいてありがとうございました。なんだろう、ラジオネームぐらいはポポポポポって言った方がいいのかな。そうっすね、そうっすね、お答えできる範囲でもう、あの、はい、日本全国からいろいろいただきましてですよね、はい、名古屋の方とか近所の方だけでなくしてですね、はい、なんだろう、よくぞこんな遠くからというところからも送っていただきましてありがたいお話ですよ本当に、はい、4名様宛てにいただいてましたので、はい、抽選してですね4名の方にお送りをしたいと思いますが、コメントもいろいろいただいてくださっているので皆さんありがとうございました、はい、僕らが選ぶと問題になるので厳選なる、はい、局の方で厳選なる抽選を行って、はいはい、局の方から届きますので、そうですね、はいはい、もうしばらくお待ちください。ただですね、これ僕らの発想が悪いわけではないと思うんですけど、サインしてすぐ缶バッジとご一緒してのかな、ちょっとサインが削れたようにお見受けするんですが、まあ、それも味わいということでですね、はいはい、せっかくアキラさんから届いたものなので、はい、それを含めてそのままの感じで、そのままの感じで、そのままの状態でお送りしようと思いますんで、はい、はい、そうですね、発表は到着をもって、はい、楽しみに楽しみにお待ちくださいということで、はい、よろしくお願いします。そのアキラエボリューションさんの、はい、ベーシストの方、はい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 、山本誠二さんとおっしゃるんですけども、なんとですね、彼がアンバーランバーさんという別のユニットをやっていらっしゃいまして、ほうほうほう、はい、まあ、もちろんアキラベルニショさんのライブにお邪魔した時にそんなお話をさせていただいたんですけども、健吾さんとですね、まあ、これまたなんて言うんだろうな、健吾さんが若き日に、はいはい、ドランケンウィズダムをやられていた頃に、懐かしい話ですねこれもね、はい、ヤシャっていうバンドがございましていらっしゃいまして、健吾さんがヤシャと対バンしていた時は、はい、そのベーシストじゃなかったんですけど、山本さんもその後直後にヤシャに所属されていたことがあったっていうほどニアミスな感じで、結構近くにいらっしゃったと。なるほど、そうなんですね、はい、そんな山本さんのライブ、じゃあ見に行こうということでアンバーランバーさんを見に行ってきました。はい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 、実はですね、昭和区の南屋さんっていう、南屋さん、あ、名前だけ聞いたことありますね。それ健吾さんは何回かお邪魔されたことがあるみたいですけど、僕は初めて伺ったんですけど、はい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 、あの、なんていうんですかね、行かれた方なら分かるんですけど、道路の交差点の角にあるんですね。へー、その道路が Y の字みたいになっているので、その Y の字のあん中に三角っぽい建物になってるんですよ。はははははなかなか味のあるところで、はいはい、でこれがまた、まあ、そんなに広い会場ではもちろんないんですけど、中がで、店内がですね、はい、木が張り詰めてあるわけですよ、はいはい、床から、はい、天井から、はい、壁から、はい、でアンバランバーさんっていうのは、まあ、あのボーカルのギター弾き語りと、はい、ベース一本っていうお二人のユニットなんですけど、はい、音がですね、地を張ってくるのが分かるんですね。床が伝わってくるというか、それは環境の、そうですね、多分その 音の感じというか回り方というか、あ、三角コーナーみたいな建物なんですけど、三角の一番
狭くなってるところでステージがあって、なるほど、こうみたいな感じなので、はいはい、音が広がっていくんですね、いわゆるラッパのようにね、なかなかいい空間だったなとか思うんですけど、なるほど、そこでヘビーメタルではなくて、はいはいはい、まあ、アコースティックな感じではあるんですが、はいはい、まあ、今日1曲この後おかけするんですけれども、いろんな曲があるんですよ。この1曲だけでは伝えきれられないなるほどのと、はい、もう一つ、はい、ライブにお邪魔したじゃないですか僕は、はい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 、全然違うっていうのは言い方がおかしいですけど、はい、やっぱりね、こうライブで聞いた時の音の伝わり方ってのは全然違うじゃないですか。あ、まあ、もちろんね、まあ、もちろんトークも含めてですけど、はいはいはい、その雰囲気作りだとか、そうですね、動いて、うんうんうん、まあ、変な話ヘドバンする曲もありましたからね。あ、そうですか、はい、っていうのは面白かったので、今日今から1曲おかけしますけれども、はい、ぜひまた機会があったら、あ、会場に足を運んで、はい、見に行っていただけたりすると、はいはい、そこで感じ取れるものっていうのは多分あると思うので、なるほど、これ面白い体験をしたな、はいはいはい、ちょっと言いますと、ベーシストの山本さんはベースなんですけど、はい、でボーカルさんはアコースティックギター持ってるんですけど、ベースが何だろう、エフェクト、ほうほうほう、エフェクターをめちゃくちゃ多用するんですよ、はい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 、で弾いてないところで音が鳴ってるとか、さっきの音がずっと響いてたりだとか、 あとはこう何だろう、楽器をちょっとこう掲げたり天井にこう持ち上げたり、こう共鳴させたことでわーっと音が鳴ってるとか、はいはいはい、まあ、それぐらい世界観作りまくるので、なるほど、これは面白いな、それって CD だけだとなかなか伝わってこない、伝わらないですね、そういう表現ってね、そうなんですというのもあって、ぜひライブにまた機会があれば皆さんご案内したいなと思うんですけど、はいはいはい、そんなアンバランバーさんから1曲お聴きいただきましょうですかね。じゃあ行きましょう、アンバランバーさんで、はい、青い月を、という感じでアンバランバーさんで青い月夜をお聞きいただきました。うん、素敵ですね。夏の夜とかに聞くのいいじゃないですか。まさかラウドネスの3期4期をやってらっしゃるアキラエボリューションさんのベーシストメンバーさんがこれをっていうね、懐が深いですね。深すぎますよ、うん、音楽的な懐が。しかも、はい、あの、まあ、始まる前とかもご挨拶するじゃないですか、はいはい、普通に健吾さんとあのメタリカの話とかで盛り上がってましたからねなるほどね、健吾さんがちょうどメタリカ T シャツを着てったんですよ、はいはいはい、そしたら盛り上がってましたね。なるほど、話でね、まあ、あのこんな曲を青い月をご紹介させてもらったんですけど、これ以外にもたくさんいろんな曲が本当にあるんで、もっとこう違うアプローチのものがあるんでしょう ね、 ね、はいはい、なんかね、それはね容易に想像できますね。まああと、はい、今ね一曲聴いていただいただけでエスケさんさすがだなと思ったんですけど、はい、あ、これフレットレスベースだねっていう、まあフレットレスか、まあ、ウッドベースかどちらかだろうというフレ、まあ、ウッドベースもフレットレスですもんね。まあまあそうなんですけどね、はい、あの普通のベースでしたけどフレットレスですよね、はい、使われてましたね。いい雰囲気ですよ、はい、山本さんが歌われる曲もあるので。ああなるほど、はい、あとはびっくりしたのはライブ中、はいはい、まあ、ボーカリストの女性の方は森永ジュリー明さんとおっしゃるんですけど、はいはい、まあ、アコギの弾き語りですよね、はい、彼女がアコギを横に置いて、はい、ベース一本で歌うっていう、ほう、斬新、そういう瞬間もあるのでまあ、それぐらいベース一本でも表現力すごいんですよ、ね、ああなるほどね、はい、ちゃんと歌わせれるベースなんですね。そうなんですね、うん、そうなんですね。かと思えば山本さんが歌う曲もあるということで、うんうんうん、あと、まあ、面白い曲もいっぱいあったりするので、はいはいはい、楽しげな聴ける曲もあったりするので、もう今のは超しっとりした曲をお受けしましたけ ど、 ど、はいはい、いろんな曲ありますんで、また今後もねちょっと気になりますね、はい、生の演奏がねぜひ聞きたいなと。なんかね普段こう、ね、なんていうんですかね、メタルとかハードロックとかそんなばっかり言ってる俺らからするとはい、はい、新しい世界に足踏み入れたみたいな、そういう感覚なんです。あ、なるほどですね、うん、で思っているようなアコースティックのライブとはちょっと違うんですよ、はいはいはい、なんとなくイメージするじゃないですか、はい、アコースティックってこんな感じだろうなと思っていきますよね、うん、全然違いましたね。結構ね、はい、僕もね、あの好きなギタリストのソロのツアーとかでこう行ったりするじゃないですか、小さい箱、はいはい、そうするとやっぱりアコースティック一本で来るっていうから心配するんですけど、うん、想像を超えてきますからね、ちゃんと、ね、こ
これはね面白かったんで、まあもちろんアキライブロジションさんもすごいんですけども、はいはい、そこでベースを弾いてらっしゃった山本誠司さんが森永ジュリーアキラさんと出会ってアンバーランバーを結成して、うんうんっていうね、これはこれでまた面白いな。そうですね、ちょっと番組の枠を外れてでもまたちょっとお邪魔したい。あ、ぜひその時、あの次回私もご紹介してください。行きましょうか、はい。山本誠司さんとしては他にも予定がたくさんあるので、はい、来月もちょっとお会いする感じかなと思うんですけど、はいはい、アンバランバさんとしては、まだ発表はされてないと思いますけど、はい、またあの帰ってくるやもということをちらっと伺っておりますの で、 そうですか、ぜひ、夏が終わるぐらいにはまた名古屋にも遊びに来ていただけるんじゃないかなと思います。はい、ご一緒しましょう。さあ、そしてですね、はい、続いては、まあ、番組でも何度かお世話になりました、はい、メアリーズブラッドさん、はいはいはい、ベストアルバム出されまして、あ、そうなんですね、10年の活動に休止符を一旦打たれ、はい、たんですが、はあはあ、今までも僕らの愛さんなんかにはスタジオにまで遊びに来ていただいたりとか、はいはい、していただいてたんですけども、活動休止をされまして、うん、この春、まあ、東京の方でラストライブをされた後、うん、メンバーさんはですね個人的な動きに入っていかれるんです、はい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 、その中で、はい、今日実はコメントをいただいたメンバーさんがいらっしゃいました。そうですか。ベーシストのリオさん、はいはい、あ、なるほど。結構ですね、はい、まあ、ライブも僕メアリーズブラッドさんのライブを見させていただいている時には、はい、まあ、ボーカルの右手側というんですかね、客席から見ると左手側にいるんですけど、はいはい、たまにこう、まあ、MC 取られるわけですよ、はい、かっこいいベースの音聞きたいかみたいな感じで、あ、なるほど、はい、叫んでらっしゃったのもちょっと印象的だったなと思うんですけど、はいはい、そんなリオさんが、はい、なんとこの春にといってもまあシングルですかね、今回ね、なるほど、なるほど、はい、しかもですね、メアリーズブラッドのリオさんとしてということではなくて生田矢子個人名で、はい、生田矢子さんとして、はい、なんと今回歌も歌ってらっしゃるということで、まあ、あまり僕が喋るとコメントとかぶっとるだろうと怒られちゃう。あ、なるなるなる、はい、リオさんにいただいたコメントを聞きながらですね、はい、続いてリリーという曲を1曲おかけしますんで聴いていただきたいなと思いますけども、はい、これも東京スタッフののりさんが取材に行っていただきましたので。あ、そうなんですね、はい、それも踏まえて聴いていただきたいなと思います、はい、じゃあ行きましょう。お願いします。佐藤敦史のワイルドで行こう。はい、ということで、本日は、メアリーズブラッドのベーシストでもあり新たにソロ活動を開始したリオさんにお越しいただいております。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、まずはメアリーズブラッドの活動が一旦一区切りということで、はい、まあ、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。ということで、まあ、10年間の活動を振り返って、はい、まあ、海外にライブやられたりとか、まあ、いろいろアルバムもたくさん出されてましたけど、どうでした？まあ、得るものも失うものもとても多い10年間でしたね。うん、まあ、自分の人生こうでしたって言える10年間だったのではとは個人的には思ってますけどね。なんか印象に残ってるライブとか、まあ、まあ、近々で言うとやっぱ豊洲ピットになっちゃうんですかね。それで、まあ、これからはじゃあ、まあ、気になることとしては、まあ、早速なんですけど、ソロ活動ということですね。ツイッターでね、ちょっと拝見してちょっとあのぜひお話をお伺いしたいなと思って。ありがとうございます。ありがとうございます。誰もね、誰も何も言ってきてくれなかったから。あれね、あれね、あ、フリーになるとこうなるんだと思いました。ね、ありがたい限りです。ね、いやね、6月4日でしたよね、第1弾。あ、そうですね、シングルって形ですかね。はい、タイトルはリリーとスケープゴートですね、うんうん、で、今回はなんとボーカリストとしてデビューですか？まあ、そうなっちゃいますかね。うん、今までベーシストのみでされてきて、はい、まあ、今回その、まあ、ボーカルをね、なんでやられたのか。その生田矢子っていう人間が私しかいなかったから歌わざるを得なかったっていうのが大きいですね。うん、私が歌いたいです、入ってあの立候補したわけではないですよね。うん、私しかいなかったから私がやるしかないなっていう感覚には近いかもしれないです。自然な流れで、まあ、いろいろ考えたんですけどね、うん、プロのボーカリストとかに歌ってもらおうかとかいろいろ考えたんですけども、でもそうすると歌詞の説得力がなくなっちゃうなとか、うん、自然な歌声だったとかね。結構ね、皆さんね、ありがとうございます、うん、で僕もね、聞かせていただいたんですけど2曲ね、あっという間に終わってしまうのでね、もっと聞きたいなって思いながら聞いてたんですけど、うん、この2曲ね、なんかそれぞれの楽曲のテーマなんてあったら教えていただきたいなと思うんですけど、
まあ、1曲目に関しては食材の羊っていうタイトルにはなるんですけども、まあ、生贄とかそういう意味ですよね。うん。で、リリーに関してはあれはまあ直訳ユリっていう意味なんですけども、まあ、等身大の自分を否定せずにずっと応援してくださる方々をの比喩表現ですね。どんな感想があったですか、今回のこの2曲を聴いたこう皆さんからの感想って。あ、メロディーラインがちょっと北国感じますねみたいなやっぱそういうのが多くて、まあ、さっきもねちょっと喋ったけど、うん、DNA かもしれないですね、うんうん、その辺に関してはDNA なんで、うん、多分私にしかきっと出せないものなのかなっていうのはありますね、うん、そうするとやっぱり私が歌うしかなかったのかなっていうのはありますね、うん、DNA に刻み込まれた楽曲をこれからも、はい、たくさん出していただいて。そうですね、うん、きっとそのね、あったかい土地の曲を作っても私説得力ないと思うんですよその場を知らないし経験しないので、なんでこれからもやっぱりノンフィクションのものを出していけたらなとは思っています。で、まあね、この2曲がまずリリースされて、はい、この後の今後の流れなんですが、はい、まあ、皆さん多分ねこの後どうなるんだろうって、うん、ね、楽しみにしてる方多いと思うんですけど、 ありがたい、うん、ね、どんなこうイメージで考えられてますこの後の流れ。とりあえず曲数を増やすっていうね、うん、まあ今年中にねどこかでライブできたらいいなとは思ってますけど、うん、でこの番組名古屋のラジオ局、はい、まあ、以前ねメアリズブラッドの時に出ていただいたかと思うんですけど、パーソナリティの佐藤亜紀さんはじめ、はい、番組リスナーの方へ、まあ、これから新たな活動が始まるということで、はい、メッセージいただけたらなと思うんですが、はい、佐藤敦さんは、ね、名古屋でライブした時によくいらっしゃってくださってて、本当に1時間とか特番とかでメアリーズブラッドのね話とかさせていただいて本当にありがとうございます。愛にあふれた番組だと思いますし、なんか蜂蜜とかももらっちゃいました。蜂蜜、そうですね、蜂蜜もらっちゃったわと思って、はい、それぐらい多分音楽を多分愛してる方がねやってらっしゃる番組でしょうから、これからもなんか音楽を発信できたらなと思いますので、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。名古屋行きたいですね。名古屋ね、名古屋も行きたいな。名古屋暑いましですよ。またね今度新たに新曲出るとか、はい、まあ、イベントとライブ等が決まった際にはぜひぜひまた番組の方にご出演していただきたいと思いますので、いや、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。まあ、本日は、ソロ活動を始めたばかりの生田綾子さんに、ご出演していただきましたので、またお待ちしてますので、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いします。佐藤敦のワイルドで行こう。セックスマシンガンズのあんちゃんです。2022年1月から毎月第3火曜日の佐藤敦のワイルドで行こう、番組内で10分間のコーナーを担当することになりました。その名もヘビーメタルおじさんの独り言、あんなことやこんなことをメタルトークを地味に吠えまくるのでお楽しみに。スーパーブラッドのベーシストリョウです。なんと2022年1月から毎月第2火曜日の佐藤氏のワイルドでいこうの番組内で10分コーナースーパーブラッドリョウのマジカルスティロッカーズが始まります。ディープな話題をお届け、よろしくね。スーパードライ、世界でただ一つこのビール、この辛口、世界をドキドキさせるザ・ジャパンブランドアサヒスーパードライ。長者町ダイニング、まず佐藤敦のワイルドで行こう。
エレクトリックレディランドプレゼンツ、エレクトリックレディラウド。このコーナーは名古屋大須のエレクトリックレディランド早川が個人的に気になっているアーティストを勝手に紹介する、しかもタイトル無視してラウドにくくらない身勝手なコーナーです。佐藤敦史のワイルドで行こう。お聞きの皆さん、どうもこんばんは、トメです。こんばんは、早川です。サンデーフォークのトメユカです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先月に引き続きのテーマでちょっとまだ喋れてないことがあったんで、はい、同じテーマで、女性シンガーについて。そう、せっかくなんでやっぱり女性といったらやっぱりアイドルっていうのも一個の強みだと思ってるから。もちろん、そう、俺その前回喋れなかったのはそのアイドルの部分に触れれなかったなみたいな。今ってさ、すごいいっぱいいるじゃないですか、アイドルの戦国時代ですよ。そうですね。そう、地元でもいっぱいいるから。はいはいはい。今めっちゃ増えてるじゃん、アイドルのその多様化というか。本当にそう、いや本当にそう、うん、なんかジャンルももうとらわれないですよね。まあね、そうね。でもすげえ俺の中でね、はい、俺の中でざっくり割ると、はいはい、いわゆるもう王道系のアイドルと、はい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 、ロック系のアイドル、はいはい、もうこれにすごく分かれる気がしてて、まあ、そうですね。これね、俺はね、やっぱアイドルは、はい、やっぱ王道が好きなの。早川さん、俺はね、どういうのが大人っちゃう。でも、まあ、いわゆるあれですよね、可愛いかかっこいいかみたいな、ね。あ、そうそうそう、大きく、そう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 、分かりやすく言うとそう。はいはい、やっぱ俺はもうブリブリで、はいはい、可愛くいるのが俺の中でのアイドル像。聖子ちゃんみたいな感じですか。そう、そういう世代で多分生きてきてるから、はいはいはい、よりそうなんだと思う。なるほど、なるほど、うん、はいはい。まあでも今やロックジャンル的なアイドルも、うん、そう、逆に言えば多分そっちの方が多いかもしれないですね。そう、多い。でやっぱりその、うん、それはそれこそ多分ビスだよね。多分一個の大きなターニングポイントは俺ビスだと思う。ビスがいわゆるロック系の俺は走りだと思ってる。そこからやっぱりそのビスフォロワーみたいな子たちがちょっと増えてるような気もするし、憧れるだろうし、やっぱり同性からすると。まあでもそのアイドルの話で言いますと、うん、まあ、今や、まあ、もちろんライブもそうなんですけど、うん、特典会と呼ばれるものがあって、うんうん、いわゆるアイドルに、まあ、会いやすくなったって言い方したらそうですけど、ね、うんうんうん、っていうやっぱ環境広がってて、それってでもやっぱ、ね、すごいことだと思うんですよ、うんうん、その出演者とお話しできる、ね、一緒に写真撮れる、うん、それはなんか僕は逆にいい文化だなと思ってて、うん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 、今までは考えられなかったわけじゃないですか。多分昭和からすると、はい、アイドルはもう手が届かないし、いやいや、そうです、そう、はい、あの崇拝するもんだし、はい、それこそ親衛隊がいたっていうじゃん。そうですね、そうですね。今は多分そういう宗教性はないかもしれないけど、やっぱりより近い部分で、はいはい、それはそれでの強みがあるよね。いやいや、と思う。それはそれで僕はやっぱすごいというか、ね、お客さんにとっては嬉しい話だと思うんですよ、ね。絶対嬉しいと思うよね、はい、だってみんな幸せそうな顔してるもん。いやそれすごい思います。そう、なんかいつしか、はいはい、ソロのアイドルアーティストっていないよね。いや、それ僕も思ってるんですよ。俺の中でも最後のソロアイドルってあややの。いや、僕も言うと思う。あややだと思いますよ。あの方が最後のソロアイドルだと俺は思ってる。はいはいはい、そうっすか、けど本当に。そうじゃない？まあまあいるとは思いますよ。いや、もちろんいると思うんだけど。メジャーなところで世代的な。そういう意見の人って俺多いと思う。いや、そうですね、うん。一般の認識として。今で言うと逆に言えば人数多い方が多いですよね。あ、確かにね、グループ強いよね、そうですね、今ね。そうですね、でもやっぱりそのグループのアイドルを活性化させたのはやっぱり AKB とかなんだよね。まあそうですね、本当にそうですね、うん、ね、お客さんはまあ推しメンみたいなところがあって、うんうんうん、みたいな、やっぱ選べる多様性みたいなところがやっぱ、ね、今のアイドルはやっぱそうフォーマットを気づいたのはやっぱ AKB なんだろうなっていう感じがするよね。え、じゃあでもこれの話すると智也くんがついてこれないからあれやけど、はい、今推してるグループいる。僕が推してるって言ったらあれやけど、俺がですか。うん、僕好きなのはスピードですか。わお、よかった。いやでもわかる。まあまあね、まあ、でもボディ&ソウル、ゴーゴーヘイブンですか。まあでも難しいですよね。でもじゃあアイドルの定義って何なんだっていう話になります。そこは難しいよね。けど僕も早川さんじゃないですけど、どこまでがアイドルでどこまでがアーティストなのかなって思った時あって、うん、スピードをウィキペディアで調べたらアイドルになってました。うん、あ、へえ、そうなんですね。
ダンス&ボーカルアイドルになってましたよ。へえ、そうなんだ。でも女性シンガーももはやアイドルだし、まあ、言い方変えると難しいですよ。なんかそこの定義はやっぱ難しい。難しい、難しい、ね、線引きが難しいですよね。アイドルっていう単語自体がそもそも偶像っていう意味だったよね。そうですね、確かね、難しいですよ。それをどう捉えるかだよね。そうですね、まあピンで一人で売れてたっていう最後のあややって言ってましたけど、うん、僕の中では安室ちゃんですけどね。安室ちゃんをだからアイドルと捉えるかどうかっていうのも難しいですよね。最初の出方がアイドル、まあまあ、最初入り口はね、もしかしたらそうなのか、けど終わりが違うんで、いやいや、そうですよね。だから そこは難しいですよね、やっぱりみんな。いや、そうなんだよ、ね、内田有紀とかも最初アイドルですよ、ね、まあ、女優ですけど、ね、難しいですよアイドルってやっぱり。確かにね、入り口定義が難しいですけど、ね、出口が違う人もいるし、うん、でもやっぱアイドルはアイドルなんですよ。うん、まあ、やっぱり俺はアイドルはやっぱ可愛くてポップでキャッチーでグリッコしてて来てほしいってだけの話をしちゃいました。最後に富岡くんの今まあ応援してるというかグループをちょっと一つ言ってもらって、その子の曲をかけて締めましょう。まあ、なんかこれもね、アイドルっていうくくり方をしたなんかまあ微妙なとこなんですけど、全部君のせいだって、名前の子やね、この前やらせていただいたんですけど、本当かっこいいんですよ、単純に。まあ楽曲もそうですし、パフォーマンスもそうですし、というところもあって、そういうまあアイドルというか女性グループがいるっていうのはやっぱ応援したくなる気持ちもすごいあって、それこそ対バンだったよね。いや、そう、しかも本当バンドとそう対マンさせてもらってて、うん、まあ、力も、まあ、引けを取らないですし、僕が本当に全部君のせいだで好きな楽曲、あー、もうそれでいいよ、聞いていただいていいですか。それが一番。じゃあお届けしますね、はい、全部君のせいだでロマンスセクト聞いてください。今月もありがとうございました。また来月お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。エレクトリックレディーラウド、ワイルドでいこう。スーパードライ、世界でただ一つこのビール、この辛口、世界をドキドキさせるザ・ジャパンブランド、アサヒスーパードライ。セックスマシンガーズダンちゃんです。2022年1月から毎月第3火曜日の佐藤敦史のワイルドで行こう、番組内で10分間のコーナーを担当することになりました。その名もヘビーメタルおじさんの独り言、あんなことやこんなことをメタルトークを地味に吠えまくるのでお楽しみに。スーパーブラッドのベーシストリョウです。なんと2022年1月から毎月第2火曜日の佐藤敦史のワイルドでいこうの番組内で10分コーナースーパーブラッドリオのマジカルスティロッカーズが始まります。ディープな話題をお届け、よろしくね。少女町第にまず。佐藤敦史のワイルドでいこう。L の早川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。小林さんもいつもありがとうございます。今日女性シンガーネタでしたね。でしたね、珍しく。というかアイドルネタだった気がするんですけど。そうなんですよ。ね、あ、こんなトークもあるんだなんて思いながらね。いやいや、ちょうど良かったなと思ったのは、はい、この後女性シンガーあ、なるほど。しようと思って、はいはいはい。まあ、今日はアンバランバーさんの森永ジュリアキラさんも女性シンガーでしたし、はい、リオさんならぬ生田矢子さんも女性シンガーでしたし、そうでしたね。そして続いてお届けするのも、はい、ハートって覚えてますか。ハート、名前はバリバリ80年代ですよ、はいはい、多分ね、聞けばはいはいってなるんですよ、こういうのね。そうなんです。アンとナンシーなる姉妹が歌を撮っていた、はいはい、あのハートバリバリエイティーズなんですけど、はい、なんとアン・ウィルソンさんが3枚目となるソロアルバムをリリースされたということで、ほうほうほう、その中から1曲おかけしたいんですけども、はいはい、どうしても僕ハートというと、はい、80年代に流行ったバッドアニマルズっていうアルバムあるんですけど、その中から先に1曲
ちょっとかけちゃおうと思って。お、いいじゃないですか。はい、ぜひぜひ。なんとハートって72年、つまり僕が生まれた年、生まれた年ですね、我々は。僕らが生まれた年に、はいはい、確かね、ホワイトハートっていう名乗ってたんかな、それまで。そっからハートって略しちゃったんですか。解明したというか、ハートってしたのが僕らが生まれた年っていう。もうっていうと非常に古いバンドですよね。めちゃくちゃ古いですよ、ね、めっちゃ歴史ありますし、うん、しかも殿堂入りしたんじゃなかったかな、ロックの殿堂みたいなのあるじゃないですか。はい、ありますあります。を多分果たしてらっしゃると思いますし、もうなんかこうジャンルを超えてるというか、うん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 、ハートが一つのジャンルみたいになってたりするじゃないですか。はいはい、そんなハートのアン・ウィルソンさんの新譜をかけする前に、はいはいはい、懐かしのハートの、あ、よろしくお願いします、あの曲をいきましょう、はい、じゃあ聴いてください、ハートでアローン。これっすよ、これ。はい、もうイントロでね、分かりましたね。はい、もうイントロだけで聴けばいいぐらいの、はい、もうあのイントロ聴いただけで浸れるじゃないですか。そうなんですよ、そうなんですよ、きたきた。このハートのボーカリストアン・ウィルソンさんが3枚目のソロアルバムを出されたということで、アルバムのタイトルがフィアスブリス、はい、フィアスブリスというアルバム名で、まあ、この方もともとカバー曲もいっぱいやられてるんですけど、はいはいはい、なんでこのアルバムの中にもカバーいっぱい入ってるんですけど、はいはい、アルバムの1曲目ですねの曲を今日はおかけしたいかなと思いますので、聴、はい、いていただきましょうか。はい、じゃあアン・ウィルソンさんでグリード。かっこいいでしょ。やべ、めちゃくちゃかっこいいじゃないですかこれ。いや、まあね、俺らが生まれた時にハートって命名されたって言ってるぐらいの話なんで、ね、お分かりいただけると思いますけど、1950年6月19日、ね、6月19日これ誕生日だったっけ。いや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 、だからもうこれで、御年72歳ということですね。72歳の声とは思えないでしょ。かっこいい、めちゃかっこいいんですよ、うん、まあそんなアン・ウィルソンさんの魅力がたっぷり詰まっているアルバムが出てますんで、これもうちょっと他の曲も聴きたいです ね、 ね、これね、全然いいですよ、かっこいいし、うん、っていうアルバムが発売になりましたんで、フィアスブリス、これですね、ハートのツアーも、はいはい、この後予定されてるってことで。なるほど、どこまで頑張るんだ。いや素晴らしい。いや、言っちゃいかんですよ、言っちゃいかんですけど、72歳の女性の歌声と思えないでしょ。思えない思えない、うん、年齢じゃないんですよ、年齢じゃないんですけど、うん、いや今でもこれやってくれてるっていう、そう驚きもあるし、ね、すごいじゃないですか、ね、いやーかっこいいな、ちょっと衝撃を受けましたねこれはね久々にこれ。俺ね、アローンだけずっと聴いてるのよね、うん、最初にかけたけど、うんうん、未だによく聞いたりするので、はいはいはい、ちょっと久しぶりにこれ衝撃だったんで。いや衝撃ですねこれはね、ちょっと流しちゃいました、うんうん、結構痺れました。さあそんなところで、はい、最後は30歳いきますかね。もう今日はね、ちょっと、まあ、時間的にもあれなんですけど、はい、ちょっと急に音が私のコーナーなんでチープになるんですが、毎回。いやいや、それが4週目ですか、はい、いろいろ詰め込んで、はい、今もう今日ちょっともう時間もないんで、ちょっとね、はい、聴き比べコーナーをちょっとやって終わろうかなと思います。はい、同じ曲を違う人がやるとどうなるか、はい、そうですね、はい、まずオリジナルはですね、今日は、フレディ・キングさんですね。でフレディ・キングさんの、曲の中でも代表的なインストルメンタルの曲、あ、インストなんですね、はい、ハイダウェイという曲ですね、はい、まあまあ、きっとおそらくこの曲を作ったのは多分例えばライブとかをの始めるときに一発目とかに、うん、自分の要はテーマみたいなイメージで多分演奏するために作ったような曲なんだろうなというふうに想像してるんですけど、ライブの SE とかはまだない時代だったから、ね、そうですそういう感じかな、うん、そうです、うん、それをもうステージをさあ始まるぞっていう、はい、うん、なんか SE 的な効果で今でもありますもんね。ずっと会場ではずっと音楽かかってるんだけど、この曲になった瞬間にほれ来たみたいな、そう多分そういうの、ね、うん、目的で作ったんだろうなと思うんですけど、なかなかこれが面白くて、まあ聞いたことあるメロディーかもしれないですけ ど、 なるほど、早速じゃあ行ってみましょう。おい、はい、ではフレディ・キングでハイダウェイ。なるほど、こんな感じで、こんな感じなんです。なんとなく私が言ったことが
分かっていただけたかなみたいな、このライブの一発目でこれがなんか来たらおーみたいな展開が多すぎて、はいはい、あこうなっちゃうの、あ、こう来るの、あんでまた戻るんだ、そうなんですよ、そうなんですよ、だから変わった曲をねまた作ったもんだなとも思ったんですけど ね、はい、はい、でこれが出た5年後にですね、はい、あ、5年後なの、5年後に、イギリスでこの曲を知った若者たち、まあブルースブレイカーズというバンドですね、はい、メンバーは、ジョン・メイオールが率いる、ブルースバンドで、そこに、若きギタリストとして抜擢されたのがエリック・クラプトンだ、あ、メンバーだったってこと、メンバーだったんですね、そうなんです、それも知らんわ俺、そうなんです、クラプトンさんなんですね、そうなんです、まあだからまあ若干まあ20ちょいちょいぐらいのエリック・クラプトンがこの曲をまあやったらどうなるかと、フレディ・キングの曲を、フレディ・キングの曲をやったら、それをちょっと聴き比べたいなと、早速ちょっと行ってみたいと思います、ブルースブレイカーズで、はい、だめ、いや、だいぶ聞きやすいって言ったら変ですけど、そうなんです、耳なじみがある感じになるんですよね、やっぱこれがやっぱりその、なんですかね、イギリスに渡ってそのちょっとまた違うなんですかね、あの文化がギュッと音楽に入って揉まれた感じで、でもたった5年なんだよね、そうです、まあ、あとね、やっぱりすごいのは結果的に、うん、あのエリック・クラプトンはやっぱりもう20代そこそこからやっぱすごいやつだったということですよ、要は。なるほど、はい、なんか 音についても結構アンプルが出てました、このアルバムに入ってるこのレスポールサウンドっていうのはもう本当に伝説になってる音なので、うん、まあ、いわゆるヴィンテージのレスポールギターで、そのアンプもマーシャルアンプを使って、で歪ませたサウンドで収録されてるっていう意味ではもう非常にもうあの初期にあの撮られた音ではないかという感じですね。なるほどね、はいはい、これがどんどん世に広まっていったぐらいの、そうですね、でみんなが真似していくぐらいの、影響力はあったという、なるほど、うん、これに続いた人たちの名前も結構上がってますけど、すごい名前がいっぱい上がってましたね。あ、そうですそうです、はい、まあ、そんなところも新さんギタリストなんでギタリストトークになると、そうそう、ギタリストトークになっちゃう、ね、さっきのそのままオンエアすれば面白かったなみたいなまたそれはまだ おいおいね、またお話ししたいと思いますけど、ね、はい、という感じで4週目はこの辺で締めくくりたいと思います、はい、でまた来月よろしくお願いします、はい、じゃあ今日はこの辺でお借りしましょう、はい、佐藤敦のワイルドでいこう。ミッド FM をお聞きの皆さん、はい、ガリバーです。僕の車の値段って電話でわかるんですか？はい、車種と年式、走行距離でおおよその値段がわかります。まだ売るか決めていない方も 0120-332-887 ガリバーへ。狙った客は逃がすな。ピンポイント訴求聞く CM。 ミッド FM では商品の PR、 お店の売り出し情報など効果のあるコマーシャル企画をご提案します。詳しくはミッド FM 0522389555まで。